します。スミナのおすすめ。こんにちは。私は今から12年前、隅田川沿いに咲く桜の風景に一目ぼれして、この隅田に引っ越してきました。隅田観光ガイドの三沢です。今日、私は2020年3月にリニューアルオープンした隅田公園に来ています。皆さん見てください。スカイツリーがよく見える、広々とした、とても気持ちのいい広場ができました。今日は新しくなった隅田公園を中心に、ガイドがリレー形式でおすすめスポットを紹介します。今私がいるのは、スカイツリーと浅草という2大観光拠点の間にある隅田公園ですが、この2大観光拠点を結ぶ、最短ルートとして、なんと、東武鉄道の鉄橋の脇を 歩くことができる歩道橋隅田リバーウォークも、開通します。東武鉄道を間近に感じながら隅田川の風景も同時に楽しむことができる、今までにない新しい街歩きを皆さんにも体感していただけることと思います。私も開通がとっても楽しみです。それでは隅田公園の紹介を小島さんお願いします。はい、こちらは隅田公園です。江戸時代は水戸徳川家の下屋敷があったところで、目の前を流れる隅田川を見ながら、歴代のお殿様はこちらを別荘として使ったようでございます。隅田公園の中には墨田区で最も古い神社の一つ牛島神社がございますので、今日はバーチャル参詣をしながら皆様をご案内させていただきます。まずは入って一礼。西側の鳥居は江戸時代にできた最も古いもの、そして東側の鳥居からは東京スカイツリーが大変きれいにご覧いただけます。正面の鳥居は三輪鳥居といいまして、全国でも珍しい三連のものになります。牛島神社は860年の平安時代にできまして、当時は牛の御前と呼ばれていました。境内には駒犬ならぬ駒牛が鎮座されていまして、5年に一度の大祭では実際に牛が街を練り歩く様子をご覧いただけます。隅田出身の葛飾北斎が描いた疫病退散の絵があったり、撫で牛といいまして、自分の悪いところを撫で牛を触ると良くなるというもの、今日はエアタッチで我慢しましょう。牛島神社ぜひお越しください。次は桜の名所、森さん。はい、隅田っ子森です。さてさて、この絵は明治8年4月の4日、この場所に代々続く水戸家の下屋敷で、水戸徳川家小梅邸でお花見をされた明治天皇のご様子です。天皇家では平安時代から宮中の花の宴を代々開催していましたが、明治維新の混乱期や東京遷都で都が京から東京に変わるなど、お花見が中断されていました。そして明治8年、花の宴の再開に、この場所、隅田川のほとり、北東の水戸徳川家小梅邸を選び、明治天皇がですね、歌を詠まれました。それがこちらです。花ぐわし、桜もあれど、ここやどの、よよの心を我は問いけり、満開に咲く桜の花ばかりでなく、代々水戸家に伝わる天皇への尊い心に、とても感銘を受けられたという歌なんですね。墨田区の木は桜、墨田区の花はツツジ、6月からはアジサイがとても街をきれいにしてくれます。ぜひこの広場に、来年の春と言わず今のスカイツリーと旧下屋敷の庭園のコラボでくつろいでいただけたらなと思っています。ではでは、高柳さんお願いします。はい、隅田とともに40年のガイド高柳です。私が今回紹介するのは東京スカイツリーになります。隅田公園から右手に東京水町を見ながら空を見上げると東京スカイツリーが見れます。当初の予定では高さ610メートルでしたが、世界一高い自立式電波塔を目指していたため、
その高さは634メートルになりました。ちなみに高尾山の高さは599メートルだそうです。スカイツリーの足元は正三角形で、地上から約300メートルぐらいのところで円形になります。この三角形から円形への変化や、日本刀の反りや神社仏閣などで見られるむくりなどを生かしたデザインにしているため、スカイツリーは見る角度によって形が少し違って見えます。皆さんのお気に入りのスカイツリーを探しに、ぜひ墨田区へ遊びに来てください。以上です。せーの、墨田で待ってます。待ってます。